これは山で収穫しましたムサドワーフナムワなんですが花碑がこのように黒くなってきているものもあるんですが全体的にはまだ例年の収穫よりも花碑が黒ずんでくるのが少ないんですよね。しかしか 本年はこれまでよりも1月とその前年の12月以降の低温、ストレスが大きかったせいか昨年までの収穫よりも本年の収穫はまあ出来が良くないのが多かったんです。 美味しいものもあったんですが、食べてみると、果,果実、果肉ですね、の、まあ、種の痕跡があるところが、硬めというんですかね、ちょっとしこりみたいなものができていて、それが味をまずく、 感じさせるものが多かったんですねそれでこれは緑から薄い淡い黄色になる花碑の変化が例年並みに順調に進んでいたのでもしかしたらこれは 美味しく仕上がるのかもしれないので、後でこの黒くなってきている、まあ火の国家、黒く化けるのを味見して、例年よりも早めに食べられるかもしれないので、後で試食してみようと思っているんですね。 ですから、本州でのバナナ栽培と収穫、それから食べ時の判断は、その年、まあ前年の12月ぐらいからは関係あると思うんです。和歌山県の場合ですとね。その辺の低温障害のありなしを、 考慮して食べ時を決めないといけないという問題も出てきますので、毎年そうなるわけではないんですが、本年は、まあ1月に、この辺としては何十年ぶり、まあ家内に言わせると、生まれて、この方、そういう体験はなかったというぐらいの、まあ積雪、 それからバナナの関節、雪をかぶる被害だったんですが、まあそういうものをもう考慮に入れて、総合的に食べ出し、食べ頃を判断しなければいけないとなると、相当な経験を積まないとこれは難しいですね。収穫できたからいいということにはならないと思うんです。 で、それはもうどこまでも体験的な問題だろうと思いますので、こういう年には大体この時期が食べ時だろうとか、あるいは火,火の進行具合からしたら、真っ黒になるまで待たないうちに食べてしまう方が、まあ例えばこの程度からもうちょっと 火火の国家が進んだ時点ですね。それぐらいがいいだろうとか、これは、まあ栽培しながら覚えていくより他ないんじゃないかと思いますね。まあ私もそういうことを <laughs> 言い出したのは、今年の収穫体験、そして食感、食味感がですね、昨年までとは違っていたので、 今お話ししたようなことをちょっと話してみたんですね。これは山で収穫したムサではフナはあなんですが昨年までのように低温障害ストレスが収穫に反映されていなかった場合には この程度の過費の国家では食べなかったんですね。それから、まあ、これぐらいになって食べて、まあ、一番美味しい状態だったんです。しかし、本年は他のバナナ、アイスクリームバナナとか、 ナムアトウとか、など、ま、すべてナムア系のバナナの花肥がこのように黒くなっても、果肉の中心部に固めのしこりみたいなものができて、それが 味覚を悪く感じさせるような障害が出たんですね。銀バナナの場合にはそのような障害はなかったんですが、普通なら手で火皮を剥けるところが手で こう剥いてみた場合にですね、銀バナナでは、花碑の一部が果肉にくっついたままになって、やまなくナイフで、まあこのようなナイフでですね、残った花碑を除去したりして食べてと、 昨年まではなかったような、おそらくは本年1月に2日連続関節したのが一番のダメージだったとは思うんですが、その他にもずっと例年とは異なった気象の変化があって、 いまいち望んでいたような収穫にはならなかったんですね。それでこのドワーフナンアのこれとですね、このように、まあ、以前なら美味しかったような国家状態、可否の国家状態と、まださほどは国家していないこれと、これから、 果皮を剥いて果肉だけにしてどのような差異があるのか調べてみようと思うんですね果皮がかなり黒化していたものはこちらでこの 黒い花碑を剥いてみますと、果肉が結構傷んでいるんですよね。昨年までですと、この程度の花碑の国家状態では果肉の痛みはなかったんです。こちらは花碑の国家状態がさほどは進んでいない 全体的には、花碑が黄色っぽい状態のものを剥いてみたところで、このように、白とやや黄色っぽいところが混在したような果肉になっていて、 ある程度のぬめり、もちもち感を食べる前に感じられるんですが、本来なら、まあ、本年収穫した銀バナナの場合にはもっとみずみずしくて、美味しそうなもちもち感を このような状態で見ることができたんですね。で、これはもうちょっと置いておけば、こちらのように果肉が痛む時点まで待たずに、もうちょっと火肥が刻化した時点で皮を剥いてみれば、おそらくもっとつるつる、つやつや、みずみずしさ、もちもち感、 などを感じ取れる状態になっていて食べれば低温障害、ストレスを受けない収穫年の美味しいドワフナンはバナナになるだろうと思うんですね。 まあこちらでも食べられないことはないんですが、見た感じがですね、ちょっと美しくありませんので、やはり食べるんならこのような程度の追熟状態の方が一般的には、一般的には好まれるんじゃないかと思うんですね。 まあこういうところをのけて食べれば、これは結構美味しいと思うんですが、ナムーバナナはだいたい菓子サイズがちっこぶりなものですから、あんまりカットすると食べがいがなくなって、まあ、一房ぐらい全部食べないとお腹がいっぱいになりませんよね。 ま、この、そうですね、販売業者の方々が出荷して消費者の方が皮を剥いた時にこの程度までなら、これは結構だと思うんです。完全に許容範囲内ですね。ところがこうなると、 一般の方々はこれはもう完全に悪くて腐ってきたんじゃないかと思うに違いありません。まあそれは当然のことだと思いますね。まあそれで、本州、まあ私は和歌山県で栽培していますが、本州でドワーフナムアとナムアトールですね。 を栽培して、ある方たちが販売されたいと、業者さんが販売したいというような時には、まあ、本年みたいな、間接被害等の、例年にはないような、和歌山県では例年にはないような、 低温ストレス障害を受けた場合には出荷できる量が大幅にダウンすると思うんですね。まあそれを計算に入れておきますとね、いくつかの地域で、異なる地域で栽培農園があって、そうして状態の良いものを 出荷販売するというふうにしないと場合によってはその年はほとんど出荷できないという事態にもなりかねないのではないかと思いますね、まあ、沖縄なんかでもひどい台風が年に23回来ますと商品として出荷できるような バナナはほとんどなくなってしまうんですね。まあ、傷物扱いでなら出せるとは思うんですがね。でもそれでは採算が取れないだろうと思うんですね。それで国産バナナとして出荷販売を狙うのなら、亜熱帯の南西諸島から本州の 団地にかけてのいろいろな地域で生産する農家さんたちと販売する会社がタイアップしてまあ出荷入荷調整をした上で販売ルートに乗っけるという風にしないと 途切れる年が出てきてまずい事態になるんじゃないかと思いますね。まあその辺も組織的に生産、出荷、販売法を確立すれば解決できる問題だとは思っていますけれどもね。今、両方のバナナを 半分ほど試食してみたところです。花皮が黒くて、果肉が傷んでいた方もカットしないで、私はそのまま食べてみました。口の中で嫌な感じはしないので、腐って悪くなっているということではない、その前の段階のい痛みじゃなく肉痛みというんですかね。 果肉の痛みなんですね。それからこちらの方はもっとムチムチしてこちらの柔らかな果肉に比べてもっと歯ごたえのある果肉でした。パサパサ感は全然なくてナムはバナナ特有の もっちり感、もちもち感があって、本年の気象条件からしたら、極めて美味しいバナナに仕上がっています。ということは、私が以前出した火火がかなり真っ黒になった状態で一番美味しいという説は、本州団地、内市温団地で、 低温障害、収穫時までの低温障害が、ほとんどなかった年の収穫ですね。に当てはまることであって、今年の、まあ、和歌山県で1月に2日続けての、おそらく半世紀に一度あるかないかの関節被害、作物の関節被害、 のような年の場合には、真っ黒、火火が真っ黒気になる前の、まあ、例えばこちらの例で言いますと、これよりももうちょっと前の状態ですね。まあこれぐらいですかね。これぐらいとか、せいぜいこれぐらいまでで食べてしまう方が、あるいは販売して、 消費者の方々に皮を剥いて食べていただく方がいいだろうというふうにちょっと修正しなきゃないですね。気象条件による低温障害ストレスのありなしでナムアバナナの一番美味しい完熟状態の判定は 異なってくるというふうに修正、訂正しておきたいと思いますね。まあ、めったにないこととはいえ、まあ、本年はいい経験をできたと思っています。